Hola, muy buenos días, chavales, ¿qué tal? Estamos en un vídeo de Back to Tsubasa Rise of the New Champions. Y bueno, chavales, vamos a hacer el segundo partido que estamos contra el All Might. よし、みんな聞け。ドイツは今大会優勝候補に挙げられる強豪だ。特にフォワードのシュナイダーはドイツの若き皇帝と呼ばれ、今ヨーロッパでナンバーワンと評される選手。今ドイツで現像、いや若林から完璧にゴールを奪えるのは彼しかいないだろう。若林から？ドイツは他にも中盤より前にいい選手が集まっている。守備陣は特に注意するんだ。相手は強い。しかし決して気後れすることなく立ち向かっていってほしい。それではスタメンを発表する。フォワード日向、新田、佐野。ミッドフィルダー松山、澤田、伊沢。ディフェンダー相田、慈瞳、高杉、石崎。ゴールキーパー若島津。以上だ。翼が出ないのか。アメリカ相手でもあれだったんだぜ。大丈夫なのかよ翼。君の足の状態はドクターから聞いている。短時間なら出られるということだが、基本的に今日は出場させない方向で考えている。君の気持ちはわかるつもりだ。だが大事な大会前、今日は我慢してほしい。はい、わかりました。そしてヒューガ、今日のキャプテンは君だ。しっかりチームを引っ張っていってくれ。はい。シュナイダーってやつがヨーロッパナンバーワンのフォワードならば、俺だって全日本ジュニアユースのエースストライカーなんだ。それにキャプテンになったんだ。アメリカ戦みたいな無様な試合はできねえ。今日は俺が点を取り、そして勝つ。俺たちの力を世界に認めさせてやる。中盤は頼んだぞ、ハイネ。大丈夫ですよ、シュナイダーさん。この程度の相手なら片足で余裕ですって。相手を甘く見てるとろくなことはないぞ。何言ってんですか。俺の実力は俺に負けたシェスターさんならよーく分かってるでしょ。何？やめろよ、2人とも。もう試合が始まるぜ。喧嘩なら後でやれや。事実を言っただけなんですけどね。聞こえてるぜ、ハイネ。カルツさん、地獄耳。プレマッチ第2戦、日本対ドイツの試合が間もなく始まります。前のアメリカ戦で敗北を喫した日本、今日の相手のドイツは強豪ですが、この試合でなんとか浮上のきっかけをつかみたい。今試合開始のホイッスルです。行くぞドイツ。さあ試合開始早々、ヒューガ君が得意の直線的ドリブルで攻め込んでいく。抜かせるか。どけ。うわ、力任せだな。邪魔だ。ヒューガ君、ハイネ君を跳ね飛ばしなんてね。何？いや違う、ハイネ君、激突の瞬間に足首でボールを固定しボールを奪っていた。ま、こんなもんですかね。じゃあ行きますよ。さあ今度はドイツのハイネ君が日本陣内に攻め込むぞ。監督、あの選手は？コルネリアス・ハイネ。
ドイツ東部の都市ドレスデンのジュニアユースチームに所属する選手だ。ドイツ国内のジュニアユース大会の決勝で現像やシュナイダーのいるハンブルクと戦い、最後まで苦しめた実力者だ。あの若林君も苦しめた。だがその試合でシュナイダーと激突して足首に重傷を負ってしまってね、試合に出られる状態ではないと聞いていたんだ。しかし彼が回復しているとなると、ドイツの中盤はますます強固になるな。お前を仕留めるのは俺だ。わしにも代表のプライドがあるたい。君らのレベルじゃ俺からボールは取れないって。右に左にタックルをかわすハイネ君、その軽やかなステップはまさに妖精だ。止めるぞ石崎。おわ、今度は高杉君と石崎君がハイネ君に向かう。シュナイダーさん、しまった。ここでハイネ君のスルーパス、石崎君と高杉君の間を抜け、シュナイダー君の足元にピタリだ。ナイスパス、ハイネ行くぞ。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。決まった。ドイツエースストライカーシュナイダー君のシュートで早くも先制。あまりに鋭いシュートにあの若島津君が一歩も動けませんでした。今のシュート、まるでヒューガ君のタイガーショットだ。俺は自分を鍛えるためキャプテンにタイガーショットを何本も打ってもらった。だからわかる、今のシュートはタイガーショットの威力に加えてさらに手元でボールが伸びた。認めたくはないが、あのシュートキャプテンのタイガーショットよりも上だ。さあ前半も残り時間はあとわずか。ここまでドイツはハイネ君のアシストでシュナイダー君が2点、マーガス君が1点を挙げ3対0と日本をリード。一方日本は澤田君、松山君が奮闘するもハイネ君、シェスター君、カルツ君に中盤を抑えられチャンスが作れません。なんとかヒューガさんにパスを送って前半のうちに1点返さなきゃ。危ない、タケシ。え、もらった。しまった。あっと澤田君、一瞬の隙を突かれシェスター君にボールを奪われた。カルツ、ハイネ、シュナイダーさん。ドイツの中盤、ここに来て素早いパス回し。アディショナルタイムに入っても全く手を緩めない。そしてシュナイダー君にボールが渡ったぞ。決める。シュナイダー君、またもペナルティーエリア外からのロングシュートだ。今度こそ絶対に止める。若島津君、シュナイダー君のシュートに反応しましたがその手を弾いてボールがゴールに入ってしまった。ここで前半終了のホイッスル。シュナイダー君、なんと前半でハットトリック達成。これがドイツの若き皇帝の力か。シェスター、いい守備だったな。慣れないボランチであれだけできるんだからさすがだ。任されたポジションだ、どんな役割でもこなしてみせるさ。それにしてもドイツ中の才能が集まったすごいチームだよな。自分で言うのもなんだけど。ねえ、わしのじいさんも言ってたぜ、わしの若い頃じゃありえないチームだってな。弱点といえばゴールキーパーだけか。おいおい、でかい声で言うことかよ。ところでシュナイダー、さっきのファイアーショットだけどよ、前より威力が上がってないか。
気づいたか。そりゃそうよ、ちっちゃい頃からお前さんのシュートは何千本と見てるんだぜ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイヤーショットもパワーアップが必要だからな。皆さん、お疲れ様。おう、ハイネ、お疲れ。シュナイダーさん、どうです俺のパス、いいパスだったでしょ。ああ、まあ俺がシュートしても良かったんですけどね、シュナイダーさんの方がちょっとだけシュートが上手いんで、ほんのちょっとだけね。シュナイダーさんのプレースタイル、シュナイダーさんのお父さんに似てますよね。父さん、シュナイダーさんのお父さん、ハンブルクのスター選手だったじゃないですか。ちっちゃい頃よく見てたんですよ。だからスペースへの出方とかパスの受け方とかシュートのタイミングとかもそっくりだなって思って。確かに似てるかもしれない。俺は父さんからサッカーを教わったからな。やっぱりですよね。俺合宿でそのことに気づいたんですよ。だからシュナイダーさんのお父さんのプレーを動画で見返してパスを出す時の参考にしたんですよ。そういうのに気づけて、しかも活かせるんですよね俺って。その観察眼は見習わないとな。そういえばお父さんどうしてるんですか。確か前にハンブルクで監督代行でしたっけ、やってましたよね。あれ、俺なんかまずいこと言いました。ちょっとな。まあいいや。それじゃ後半は頑張ってください。なんだ、交代するのか。シュナイダーが前半だけってのは試合前から聞いてたけど。これでも俺まだ足が治りきってないんすよ。もう勝ちは決まったようなものだし、プレマッチで無理する必要もありませんよ。監督も後半の出場はお前に任せるって言ってくれたんで、お言葉に甘えようかなって。じゃああとは頼みますよ先輩たち。調子のいいやつだぜ、まったくよ。強い、強すぎる。あのシュナイダーってやつのシュート、あれは一体何なんですか。ハイネってミッドフィルダーもすごいテクニシャンだ。あのドリブル、パスのセンス、それと戦術がまるで見過ぎを見てるみたいだったぜ。他にもマーガス、カルツ、シェスタ、あいつらのせいで俺たちは何もできなかった。おい、ドイツベンチを見るたい。ドイツは主力の二人を下げるっていうのか。なめやがって。くそ。え、翼、負けるな。みんなこんなチームに負けるなよ。勝とう、勝とうぜみんな。翼くん。くそ、あんな遠くからのシュートで手首を痛めるなんて。若島津、後半は交代だ。手首をドクターに見てもらうんだ。そんな、どうして。私も現役時代はゴールキーパーだった。だから君の手首の状態もわかる。今ならまだそれほどひどくはないはずだ。ならば治療を受けてまた後半は試合に出ます。試合はまだこれからなんだ。後半こそシュナイダーのシュートを止めてみせる。だから監督、気持ちはわかる。だが沸かします、無理をするな。後半は俺たちに任せろ。キャプテン、わかりました。森崎、準備を。はい。森崎、大丈夫。相手がどんなに強くても
俺は逃げたりなんかしない。ボールにシュートに向かっていくさ。うん。さあ後半が始まりました。前半で4点をリードしたドイツはシュナイダー君とハイネ君をベンチに下げてきた。これは余裕の表れなのか。そして前半はいいようにやられてしまった日本。早く1点を取ってなんとかいいペースを持ってきたい。あ、ドイツシェスター君のシュートが日本ゴールに突き刺さった。後半開始から10分、ドイツはマーガス君とシェスター君のコンビで早くも2点を追加。これでドイツのリードは6点となってしまった。くそ、俺の力が足りないばっかりに。もうダメだ。こんな試合意味ないよ。ちくしょう、あんなに頑張ってきたのに。ダメだ、もう負けだ。翼、お前と成功尽きるまで戦い抜いたあの全国大会、そのメンバーを中心に作り上げたこの全日本ジュニアユース、しかしその実力はこんなもんだ。本場のサッカー相手にはまるっきり通用しねえ。こうして俺たちは世界の前に惨めにひれ伏すんだ。一矢を報いることもできずに。監督、俺を使ってください。このままでは俺たちのチームはダメになってしまいます。僕からもお願いします。せめて一矢報いなくては選手みんなの心が持ちません。君たちの言う通りかもしれん。しかし翼、無理だけはしないようにするんだ。はい。監督、翼くんが中盤に入るならば松山をディフェンダーに回してみてください。松山を？彼の強い投手と諦めない粘り強さ、指揮能力は逆境の時の守備陣を率いるのに適していると思います。なるほど、思い切った手だが、確かに彼のプレーはディフェンダー向きでもある。試してみよう。ありがとうございます。それと、君もここから試合に出てもらう。いきなりこんなシチュエーションで大変だと思うが、代表の選手として自分に必要なものを感じてきてほしい。俺たちの力で試合の流れを変えるぞ。もちろんそうしなければ叶う相手じゃない。さあ力の限り行くぞ。あっと、日本選手交代です。澤田君に代わって、これはなんと怪我で出場を見合わせていた翼君がここでピッチに出ます。そしてもう一人、ニューヒーローリーグでの活躍で代表に抜擢された期待の1年生もついに試合に出場です。みんな元気を出すんだ。翼、確かにドイツは強い、でもやられっぱなしでは絶対に終わらない。1点でも2点でも返して俺たちの意地を見せるぞ。そうだ、点差は関係ない。最後の最後まで全力で食らいついていこうぜ。松山君、監督からの指示があるんだ。俺がディフェンダーに？ああ、わかった。任せろ。ヒューガ君。翼。俺たちが死力を尽くして戦ったサッカーはこんなものじゃないはずだ。絶対に見返してやろう。日本のエースストライカーはヒューガ君、君なんだ。だから頼んだよ。翼、お前ってやつは、そうだ、
俺はこのチームのストライカー。このままじゃ終われねえんだ。初出場だからって気負う必要はない。思いっきり自分のプレイをして自分の力を試してみるんだ。日本の10番翼大空、確か若林がいつも自分のことのように自慢していた選手の、そんな名前だったな。へえ。でも言われてみればなんか雰囲気のある選手ですね。ジュニアユース、俺たちをなめるな。お前が若林が言ってた選手か。新田君、早くだシュート。もしかしてこの10番が日本の本当の。ボールはまだ生きている。ハルドビッヒ君、このボールを引き込む。カルツ君、低い姿勢で突き飛ばした。ハリネズミのごとく突破だ。カルツ君、低い姿勢で吹き飛ばした。出なきゃならない。ハリネズミのごとく飛んでな。低い姿勢で吹き飛ばした。ここは抜かせません。さあ津山君、パスを出します。ライヤー君、スライディングでカット。ジョルマー君、センターラインを越えて攻め込む。それ、これが本物だ。それそれそら、シェフタ君、激しいタックル。それ、うわ、さあ、木澤君、スライディングでカット。マガタ君、ドリブルで突破。狙いすましたパスを送る。ウラベ君、ここは抜かせません。マガタ君、飛び越えた。タックル決めた。オラ、され、鋭いスライディング。ここはパスを出した。決まった。この中盤、やはり。それ。体で振り切った。体ごとぶつかっていった。すごい。飛び越えた。伊沢君、ボールを奪うことができません。高杉君、フォルマー君、回転をかけてシュートを放った。お。防いだ。パスを回す。さあ、素早く横にかわす。これはゴボウ抜きだ。豪快にシュート。ドライブシュートだ。よし、ドライブシュートだ。身を挺してシュートを防いだ。津山君、ここで止めた。もらった。このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。いけ。ここはパスを出した。マーナス君、もらったぞ。落とす。かわして振り切った。いけ。マーナス君、飛んでかわした。ここだ。力をためて
強烈なシュート。森田君、このシュートに反応している。いけ、よくやめるな。止められない。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。連続突破で見せる。ヒューガ君、次のタイガーショットだ。これは可能性あるぞ。これがネットにつける。俺は世界一だ。もらった。くらえ。まだだ、まだ行くぞ。それへえ、まだ諦めてないんだ。お主らやるの。いけ。どうだ。チャンスが決まった。ソラ惨敗。選手たちは呆然と立ち尽くしています。ドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー、評判通りのすごい選手だった。それにもう一人、コルネリアス・ハイネ。彼の鮮やかなプレーも同じミッドフィルダーとして驚きだった。世界一になるには彼らに勝たなければならないのか。今日の試合、前半はなすすべがなかったけど、後半翼くんが入り、松山がディフェンダーに回ると、それなりに試合の形ができた。やはりこの形が日本にとってはベストだ。だけど翼くんにアクシデントがあれば、チームが一気に崩壊してしまう問題点は解消できていない。今後を考えれば、翼くんをフォローできる選手が絶対に必要だ。こんな時に僕が、いや、ハーフしか出られない僕では根本的な解決にはならない。とにかく何か方法を考えないと。シュナイダーのあのシュート、あれがヨーロッパナンバーワンのストライカーのシュートか。キャプテン、沸かします。手首はどうだった？骨にも靭帯にも異常はありませんでした。少し腫れていますが、それが引けば問題ないと。そうか、よかったな。なあ若島さん、一つ質問がある。はっきり答えてくれ。あ、はい。俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート、どっちが上だ？ハイネ、日本の10番、どう見えた？思ったより上手いですね。うちのチームでもそこそこやれるんじゃないですか。まあ、そこそこですけどね。確かに技術は高い。ファイティングスピリッツも素晴らしい。若林が認めるだけのことはある。だが、彼の力は本当にそういったものだけだろうか。もう一度確認しておくか。ああ、そうだ、シュナイダーさん。もう一人途中から入ってきた選手いたじゃないですか。あの23番か。ええ、目立つプレーはなかったですけど、なんとなく気になるんですよね。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス、わ、パスカル、どうだったドイツは？ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となるとやっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのそんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あ、よっと、あれ、
お前も今度の大会に出る選手？はい。あ、じゃあ試合で会った時は楽しもうぜ。じゃあな。いいな、僕にもあんなことができたらな。みんな、これからドイツとイタリアのプレマッチが始まる。特にイタリアは我々が大会の初戦で当たる相手だ。よく見ておくように。はい。みんな、ドイツはシュナイダーとハイネが出ていないみたいだ。まだプレマッチだからな、コンディション調整中なんだろ、きっと。じゃあ俺たち万全の状態じゃない相手にボコボコにされたのかよ。おい、試合が始まるぞ。シュートをあんなにあっさり止めるなんて。片桐さん、あのイタリアのキーパーは？ジノ・ヘルナンデス。次の代のイタリアの代表キーパーは彼だとまで言われている実力者だ。相手の守りが甘くなったぞ、今がチャンスだ。それやっと俺の出番かよ。あのイタリアの10番はレオナルド・ルチアーノ、イタリア南部のチームのフォワードだ。わしが止める。俺の邪魔をするな。何、わしをかわしただと？いくらでも来いよ。雑魚はいくら群れても雑魚だったことを教えてやる。なんだあいつ。うちのディフェンダーがまるで止まってるみたいじゃないか。仕上げだ、食らいやがれ。ナイスシュート、ルチアーノ。この程度で優勝候補とか笑わせんな。あいつドイツ相手にたった一人でカウンターを完成させやがった。なあ見すぎ、あのシュート俺たちが小学生の時にお前が打ったやつと同じじゃないか。同じじゃない、彼のシュートの方がずっと高度だ。打ち下ろしのボレーであれだけ鋭い回転をかけるなんて、一体どんな体と技術をしているんだ。グラウンド内外の素行やチームメイトとの協調性に問題があるということで今まで代表入りを見送られていた選手だが、見ての通り実力はイタリアの選手の中でも飛び抜けている。問題点に目をつぶって彼を加入させたということはイタリアも本気で優勝を狙いに来ているんだ。負けちまった。まこっちも全力じゃねえしな。大会でやり返しゃいいって。ジノ・ヘルナンデス、レオナルド・ルチアーノ、この借りは本大会で必ず返すぞ。
2対0か。上出来だったぞ、みんな。おう、今この調子ならチームの状態もまだまだ上げられそうだ。ち、何がチームの状態だ、バカバカしい。ところでルチアノ、どうして途中から手を抜いたんだ。今日のドイツならもう何点か取れただろう。勝ってるんだから何点で止めようが俺の勝手だろう。大体プレマッチで活躍したところでビッグクラブからのオファーが来るわけじゃねえしよ。嘘だろ、俺たちがあんなに苦戦したドイツ相手に。イタリアってこんなに強いのかよ。これじゃ今の僕たちにとても勝ち目なんて。アメリカにもドイツにも完敗だったな。まだ俺たちには世界は早かったんだよ。だよな、体も技術も違うのに勝てるわけねえんだ。本場のサッカーにはやっぱりかなわないのかな。そうそう、恥をかく前によ、こんな大会辞退して日本に帰った方がいいんじゃねえのか。そうだ、てめえなんてこと。そうださん、それは言い過ぎです、取り消してください。何言ってやがる、本当のことを言ったまでじゃねえか。そうだぜ、お前の言う通りだ。大体そうだ、お前がやられっぱなしで逃げようなんてらしくねえんじゃねえのか。俺が逃げるだと？お前らいい加減にしろ。松山。そうだ、お前いつからそんな臆病になった。俺が臆病だと？恥をかきたくないから帰るなんて、ただ逃げるのとどう違うって言うんだ。松山、他のみんなもだ。たった2回負けただけでそんなに弱気になるんじゃねえよ。この2試合で俺たちは世界のサッカーの実力を知ったんだ。ならばあとはまた一から努力し直すしかねえじゃねえか。そうだ、松山君の言う通りだよ。みんなが努力してその力を合わせれば俺たちはもっと強くなれるよ。まだまだこれからじゃないか。松山、翼、相変わらず翼は明るいな。え、ほんとほんと、いいよな楽天家は。あのヒューガさん。ああ、なんだ。この箱、さっき宿舎の人から渡されたんですが、キラ監督からヒューガさんへの届け物です。キラ監督から俺に？これは2戦2敗、ここまではほぼ想定通りだ。あとは彼ら次第だな。三上さん。何かね。本当にこれで良かったのでしょうか。アメリカ戦もドイツ戦も選手にもっと具体的なデータを与え、しっかり戦った方が良かったのではありませんか。確かにそうすればもっとマシな戦い方はできただろう。しかしそれでは選手たちの受ける衝撃が弱まってしまう。彼らには世界の壁の高さ、厚さを骨の髄まで思い知ってもらわねばならなかったんだ。自分たちの自信が完全に崩れ落ちて、それでも壁を乗り越えようと立ち上がる強さ、それを持てないようでは今後世界とは戦えない。それは分かっています。しかしそれにしてもアメリカとドイツの強さは我々の想定を大きく上回っていました。選手たちも我々が考えていたよりずっと激しく落ち込んでいます。このままではチームがバラバラになりかねません。
その時はそれまでのチームだったと諦めるだけだ。三上さん大丈夫だよ。片桐君、彼らを信じてあげたまえ。君が誰よりも長く彼らを見てきたんじゃないか。はい、ちょっと失礼します。はい、もしもし。いや、遅くに悪いね。ちょっと僕の練習に付き合ってくれないか。アメリカに来てからはニューヒーローリーグの疲れを抜くことに専念していたけど、ここに来てその疲れもだいぶ抜けてきた。だから大会本番に向けて練習強度を上げるためにも少し体を動かしておきたかったんだ。それに君に聞きたいこともあって。君はこの2試合を見て僕たちと世界との差どう思った？君個人の実力差ならばそうかもね。でも今大事なのはチームとしての差なんだ。僕が見るところテクニックもスピードもパワーも世界の方が1枚も2枚も上だ。でもこれは個人個人の頑張りやチームの戦術でまだ埋めることができる。実はそれ以上に問題なのはみんなが完全に自信を失ってしまっていることなんだ。今のみんなの精神状態じゃ戦うことなんてできない。もっとひどい結果を招くだけだ。でもまだ大会まで少しある。その間にみんなの戦う気持ちを蘇らせる方法を探さなくちゃいけない。例えばだけど、一つ自信を持てる自分たちの戦術の型を作る。そうすれば少なくとも相手のサッカーに振り回されずに済むし、落ち着いて自分たちの実力を出せるようになれば戦おうという意志が生まれてくるはずだ。みんな才能はあるんだ。モチベーションさえ上がれば練習にも身が入るし、きっと実力もついてくる。問題はその型なんだけど。誰だろう。ヒューガ、松山。グラウンドで音がするから誰かと思って来てみたらお前たちだったのか。三木、こんな時間に練習していて大丈夫なのか。問題ないよ。僕だって大会に出たいからね。自己管理はしっかりしているつもりさ。そうか、ならいいんだけどよ。それより君たちこそ何しに来たんだい。そりゃもちろん練習さ。押し込まれる展開が増えそうだから瞬発系とダッシュ力もな。これからの俺たちは一から努力するしかない。みんなの前でああ言ったんだ。ならまず自分が実践しないとって思ってな。なるほど、松山らしいな。ヒューガ、君が持ってるその黒いボールは？ああ、ブラックボールって言ってな。俺の恩師が送ってくれたものさ。普通のサッカーボールの3倍の重さがある。俺はこれで今よりも強靭な足腰を作り上げて新しいタイガーショットを生み出すつもりだ。そうか、つまり僕たちは同じことを考えているらしいね。ああ、そうらしいな。いや、まだいるみたいだぜ。ん？ほら、もう一人来たぜ。やっぱり世界は広い。アメリカに来てまだ数日なのにドイツのシュナイダーをはじめすごい選手をたくさん見た。世界一の選手になるために、そして大きな夢を叶えるために、俺ももっと上手くならなきゃいけない。そして彼らに勝つ。翼、みんなこんな時間にどうして。
それはきっと翼くんと同じ理由さ。え？ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは全日本ジュニアユースの勝利。俺たちならきっとやれるさ。うん、もちろん。僕もその輪に入ってもいいかな。君はまさか。久しぶり、翼くん、みんな。やっぱり美咲くんだ。美咲、美咲じゃないか。会いたかった、会いたかったよ美咲くん。翼くん、なかなか連絡できなくてごめん。いいんだよそんなこと、またこうして会えたんだから。美咲、いつアメリカに？ついさっき。それで空港まで片桐さんに迎えに来てもらったんだ。それにしても小学生の時からみんな変わってないね。やっぱりボールは友達だ。でも美咲くんもそうなんだろ？まあね。なあ、お前がここに来たってことは。うん、僕も日本代表に入るって決めたよ。本当に？いろいろ悩んだけど、やっぱりみんなとサッカーがしたくて。足を引っ張ってしまうかもしれないけど、よろしくみんな。大丈夫、美咲くんなら絶対に大丈夫だよ。また一緒にコンビを組んで頑張ろう。うん、ありがとう翼くん。ところで君は？そうか、美咲くんは初めてだね。ほら自己紹介を。丁寧にありがとう。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあそれぞれ練習するか。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きをしなきゃいけないんだ。だからごめん。そっか。でも手続きが終われば明日の練習からは合流できるんだ。だから明日ね。うん、じゃあまた明日だね。楽しみにしてるよ。僕もさ。それじゃあまたね。翼くんと美咲くん、小学生の時に南葛 SC を優勝に導いた2人がついに揃った。2人があの頃のようなプレイをできれば、あるいは。美咲太郎です。今日から合流しました、よろしく。美咲、久しぶりだな。元気だったか？背は伸びてるけどあんまり変わってないな。それを言うなら俺たちもだけどな。わしたちは初めてたい。ああ、こいつが噂の美咲太郎か。さあ、次のプレマッチも目前に迫っている。練習を始めるぞ。はい。じゃあ二人一組、パスを出し合って最後にシュートだ。キーパーはゴール前へ。はい。よし、はじめは翼と美咲。はい。翼くん。美咲くん。翼と美咲、3年ぶりのコンビプレー、
昔みたいに息は合うんだろうか。信じているよ、二人とも。よし、行くぞ、美咲くん。ああ、おお、これは3年ぶりでも二人の息はぴったりだぜ。すげえ、このスピードでパスワークが少しも乱れないたい。あったもうよ、だからこそ二人はゴールデンコンビって呼ばれてるんだ。まさに今ゴールデンコンビ復活だぜ。美咲くん、ラストパスだ。よし、ナイスシュート、美咲くん。ナイスパス、翼くん。やったぜ、二人とも。あのスピードに乗ったパスワークとシュート、美咲もこの3年で相当腕を上げたみたいだな。さすが翼くんだ。僕はスピードについていくだけでやっとだったよ。それはこっちも同じさ。よし、俺たちも気合い入れていこうぜ。もちろんさ、俺はいつでも元気だぜ。それ翼と岬に遅れるな。行くぜみんな。ああ、監督、ちょっとお話があるのですが。ん、何かね。次の試合、翼くんと岬くんをスタメンで使ってほしいのです。岬くんは合流したばかりだし、次の試合は様子を見ようと思っていたのだが、とりあえず理由を聞こうか。なるほど、確かに2人が揃えば中盤で勝負ができるし、チームの弱点も解消できるな。それともう一つ理由があります。世界との差を感じて自信を失ってしまっている選手たちに自信を取り戻してもらうためです。翼くんと美咲くんのコンビという世界とも勝負できる型を持てば、選手たちも落ち着いてプレーできるようになります。さらにその型を元にして自分たちのペースを作れれば、自分たちはやれるという自信につながるはずです。自信があれば思い切りプレーができますし、思い切りプレーができれば相手と強く戦うことができるようになります。君は本当に、いや、よくわかった。次の試合、2人をスタメンで使ってみよう。ありがとうございます。あとは彼か。才能は間違いなくある。一度きっかけをつかめばきっと